どうも皆さんこんにちはチャックバスです本日はですねメルカリのねメルペイがキャンペーンをですね3月1日から始めるんですよね本日はですねそちらのキャンペーン解説ねしていきたいと思いますでキャンペーンがね大きく2つに分かれておりましてメルペイフィーバーキャンペーン メルペイサンデーキャンペーンということでこのメルペイフィーバーキャンペーンは、えー、期間限定で指定のお店で、ね、利用すると、えー、最大50%、えー、メルペイサンデーキャンペーンは、えー、全国どこでも毎週日曜日、えー、20%、えー、還元が、ねまあ、受けられるっていうキャンペーンなんですよね。 で、こちらの、えー、全体的な期間なんですけども、えー、3月1日から3月31日までのキャンペーンってなっておりまして、お店によってね、若干この日,日数っていうのは違いますんで、これからちょっとね、順番に解説していきますけども、えー、よく確認してね、利用するようにしてくださいね。で、還元額は、メルペイフィーバーキャンペーンと、えー、サンデーキャンペーンを合わせて、 えー、3000ポイントまでっていう風になっておりますんで、これ3000ポイント以上ね、獲得しても、えー、もらえなくなってしまいますし、えー、これね、両方とも同期間にこのキャンペーンが始まるんですけども、えー、両方のキャンペーンでね、対象になった場合は、えー、メルペイフィーバーキャンペーンの 還元額だけ受け受られるっていう感じになりますんで、その点も、ね、覚えておいいくださいでこのキャンペーンのね、支払い方法なんですけども、メルペイの ID 決済、コード決済、ネット決済が対象っていう風になっております。で、あのね、注意していただきたいのは、こメルカリのメルペイのキャンペーンなんですけども、メルカリ内の商品購入。 および、えー、スイカのチャージは対象外っていう風になってますんでね。これね、メルカリがメルペイのキャンペーンをやって、いつもね、わかんない方ね、まあ多いと思うんですけども、あの、このキャンペーンはですね、メルカリの商品購入はね、あのー、関係ないキャンペーンなんですよね。ですけども、えー、あのー、設定とかそういうのはね、全部メルカリのアプリでやるんですよね。っていうのはちょっとね、間違いやすいんで、その点もね、えー、気をつけていただけたらなと思います。でね、 今現時点で3月1日からこちら始まるキャンペーンなんですけども対象のお店っていうのはねまだ公開されてないんですよで3月1日順次公開していくっていう話ですので利用される方はですね公式サイトの方ねあの確実に見てからね利用するようにしてくださいそれではですねこの2つのキャンペーンのうちのメルペイフィーバーキャンペーンね解説していきたいと思いますこちらはここら辺にね ガンって出しておきますけども期間、えー、はですねこれ見ていただければ分かる通り コンビニドラッグストア飲食店街のお店この街のお店っていうのは多分ねあのスーパーだと,とかそういうお店だと思うんですけども、えー、期間はね分かれてますよねこの点も、えー、注意してくださいねで、えー、時間指定っていうのがコンビニだけ、えー、朝の7時からね、えー、昼の13時までね、えー、このキャンペーンが対象っていうふうになってますんであの時間指定もねコンビニだけあるっていうこともね覚えておいてくださいねで、えー、こちらね最大の還元率がね今表で出てると思うんですけどもこちらが コンビニ売最大20%、ドラッグストア50%、飲食店5%、街のお店50%というふうになってまして、かなりね、還元額が大きいですよね、で支払い対象金額がコンビニ売1500円で300ポイント、ドラッグストアが1000円で500ポイント、飲食店が1000円で500ポイント。 えー、町の店が1回の上限が300500500500っていう感じでなっておりますんであのー、1回にね3000ポイントゲットするみたいなことはできませんのでまあ、その点もね、えー、注意していただけたらなと思いますでこのメルペイっていうのはですねさらに還元額がここから、えー、今ここの表に出てるのは最大って書いてありますよね この最大っていうのは何を意味してるかっていうとこのメルペイにはですねそれをメルペイ側はねあの早く済ましてほしいっていうことでメルペイの本人確認をしてるかどうかでこの還元率が変わるんですよね。 まあ本人確認もそこまで難しくはないんですけども免許証と一緒にね写真撮ったりとか銀行口座の設定とかでねまあ完了するんですけどもやはりそれが面倒くさいですよねですんでそこにね設定するとあのポイントがもらえたりしますんであの紹介コードをね入れるとポイントがもらえますんで紹介コードねあの概要欄に載せておきますんで。 まあそちら入れていただけると、えー、1000ポイント、1000、えー、分ですね、もらえますんで、まあ、それもね、後で設定方法もね、えー、解説していきたいなと思います。まず、コンビニですね。ここにまた違う表をバンって出しておきますけども、コンビニの場合、本人確認が住んでいて、年齢を問わず20%。で、えー、本人確認が住んでなくて、年齢を問わないで10%っていうふうになってまして、 これね、めんどくさいですよね、うんで。この年齢を問わずっていうのはね、まあ、今回出てきてますけども、コンビニの場合はね、関係なくね、本人確認が済んでれば20%ね、本人確認が済ん,、ねえー、んでなかったら10%っていう感じになってるんですけども、これがね、ドラッグストア、飲食店、街のお店だと、まあ、さらに細かくなってまして、本人確認が済んでて18歳以上だと50%。 えー、本人確認が済んでなくて18歳以上の人は20%、えー、年齢が、ね、18歳未満の方は10%っていう感じで、えー、こういう表,あの表になっている通りり、ね、還元額が変わるんですよね。 いやー、これわかりづらいですね。ですので、今回のキャンペーンね、もし利用する方は、よく見てね、あの、利用するようにしていただければなと思います。えー、それでは次にね、メルペイサンデーキャンペーンですね。こちらは毎週日曜日、えー、全国どこでも20%ポイント還元というふうになっておりまして、こちらの表をバンって出しておきますけども、こちらはメルペイサンデーキャンペーンですね。で、対象点はどこでも OK ってなってるんですけども、対象点は、えー、先ほど言った通りまだ公開されてないっていう感じになっております。 でえー、こちらは毎週日曜日のキャンペーンというふうになってますんで、3月1日からね、毎週日曜日。 日付が変わった、ね、0時から23時59分までね、えー、対象っていう感じになってまして対象支払金額が2500円で、えー、1回の決済の上限が500ポイントっていう風になっておりますでこれねまた最大20%っていう感じなんですよねでこれも最大っていうのがついてるのはねまた分かると思いますけども、えー、これねまた、えー、本人確認等々でね変わるんですよね、えー、これがね本人確認 えー、住んでて18歳以上の方は20%、えー、本人確認が住んでいて18歳未満の方は10%、えー、本人確認が住んでなくて18歳以上の方は10%、えー、本人確認が、えー、住んでなくて18歳以上の方が、えー、10%っていう感じなんでうーん、わかりづらいですね、うん、っていう感じになってるんですよねですんでまあ 個人的にはですね、本人確認済ましちゃえばまあ済む話なんで、まあ、ちょっとね、あの、このキャンペーンで利用される際は、えー、本人確認ね、済ましといた方がいいのかなっていう風な感じですかね。で、えー、最後にですね、こちら、えー、メルカリのメルペイなんですけども、このメルカリ自体ね、全くやったことない方っていうのは、もちろんいらっしゃると思うんですよね。こちらをね、あの、全くやったことない方っていうのは、こちらね、インストールして、 会員登録すると500ポイントがもらえるキャンペーンやってるんですよねで先ほど言った通りこちらの本人確認をねするとさらに1000ポイントもらえるんですよねですので合計1500円分のねポイントがねもらえてそれがね そのまま、えー、メルペイの場合はそのまま ID っていう感じで電子マネーで利用できますんで結構ねいろんなところで使えるんですよねでその際に会員登録する場合、えー、プラスこの本人確認する場合ね両方とも招待コードを入れるとこのポイントがもらえるっていうふうになっておりますんでまあここにね写真出しておきますんで、まあ、こちらねあの見ていただいて、まあ、利用していただければなっていう感じですねこれねあの入れても入れなくても入れたら得するし、えー、入れなかったら、まあ、もらえないっていうだけな でそういうのがね、面倒くさいっていうのは、ねまあ、人それぞれ、ね、考え方あると思いますのでもしね、面倒くさいって方はね、何もしないでそのまま利用することも今回のキャンペーン利用できますのでまあそこらはね、それぞれの方ね、判断していただければなと思います。 いかがだったでしょうか今回はね、3月1日から始まるメルペイのキャンペーンですね、紹介させていただきました。まあ、個人的にはですね、還元額がかなり大きいですので、あのパーセンテージも、ね、かなり大きいですので、積極的に、ね、狙っていきたいなと思っています。あの忘れないでいただきたいのは、 こちら2つのキャンペーンありますけども両方で合算して最大3000ポイントまでっていう風になってますんであのその点はね一つ一つ3000ポイントではありませんのでたくさん使っちゃったってならないようにね、えー、気をつけてくださいねその点だけ忘れないようにしてください、えー、今回のね動画はこんな感じで終わりたいと思いますこの動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイイ